まず新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに1人の感染が確認されたと発表しました。第49回衆議院議員選挙が今日投票日を迎えました。今月19日に公示された衆議院議員選挙、県内では4選挙区に11人が立候補しています。今日は県内各地839箇所の投票所で、一部を除き午前7時から午後8時まで投票が受け付けられます。このうち大津市にある大津幼稚園では、次々と有権者が訪れ一票を投じていました。県選挙管理委員会によりますと、午後4時現在の投票率は 28.58% と、前回と比べおよそ2ポイント低くなっています。このあと午後8時で投票が締め切られ、即日開票されます。なお、琵琶湖放送では今日このあと午後7時50分から滋賀県の開票状況も含めた選挙特別番組を放送します。次です。原発事故の影響で避難を強いられた小学生が、ふるさとである福島県浪江町についてまとめた学習の成果を紹介する展示会が大津市で開かれています。これは2011年3月11日に起きた福島第一原発事故の影響で全町避難となった浪江町の津島小学校の児童たちが、避難先の福島県二本松市の小学校で取り組んできた郷土学習の成果としてまとめたものです。作品は関西6カ所の大学や博物館などで巡回展示されていて、今大津市の龍谷大学瀬田キャンパスで公開されています。展示作品の中には、ふるさと浪江町の郷土料理や文化についての学習成果のほか、避難先の二本松市と浪江町をコラボさせて制作された祭りの神輿など、避難先である二本松市への感謝を込めたものもあります。ふるさとってどんなとこだったんだろう、自分のふるさとってなんだろうって考えながら見ていただけると嬉しいなと思います。この巡回展10年間ふるさと浪江博物館は、来月6日まで大津市にある龍谷大学で開かれています。